にちは、鎮座まさきです、本日はこちらのペットカー 1LDK の物件の方に来ております。まずこちらはですね、縦長のリビングのスペースとなっております。しっかりとね、広さがありますので、ソファーやダイニングテーブル、テレビ台なども置いていただけそうな広さになっております。ただコンセントなどがね、すべてこう上の位置についているのがすごく安心ですね。そしてバルコニーはこちら南向きとなっております。日当たりもね、大変良好ですね。ただ隣の人とね、こう顔が見えずにお洗濯物を干していただけますので、そのあたりも安心していただけます。ただこちらシャッターもバッチリついておりますので、防犯対策もね、しっかりとされた物件となっております。またこちら窓際にはですね、こちらの室内の物干しの設備、こちらですね、これ引っ掛けていただきますと、あとは棒だけ準備していただきましたら、室内でもお洗濯物を干していただくことができる、こちら嬉しい設備が付いております。でこちらが玄関のスペースですね。玄関にもですね、こういったこうワンちゃんのフックが付いていたりもします。でこちらはトールタイプの手術ボックスになっておりまして、高さも変えられますので、ブーツなどの高いものもね、置いていただきますね。また玄関収納もこちらについてますので、意外とね、収納力がありますね。で入ってきたところ、ちょうどこちらのね、パープルのアクセントクロスが使われてまして、おしゃれな玄関になっております。こちらは水回りですね。こちらにはポシュレット付きのお手洗いがついております。です、ですね、こちらなんと洗面所の方にもこういった収納がついてますので、ストック用品などね、入れておいていただくのがすごく便利ですね。ただこちらにはシャンプードレッサー付きのワイドな洗面台がついております。こちらはね、三面鏡にもなってますね。ただこちらも浴室なんですけども、なんと足が伸ばしてご入浴していただける大きな一坪浴槽が大変魅力的ですね。またこちらには木目調のパネルもありまして、大変おしゃれね、ホテルのような素敵な浴室となっております。こちらは室内の洗濯機置き場、上にはですね、収納の棚なんかもついて、大変便利な水回りスペースとなっております。ですぐ横にですね、家事動線もね、しっかりと考えられたシステムキッチンですね。3口のガスコンロ、グリルもバッチリついております。また収納もこういう感じですね、分けて入れていただけるようになっておりまして、床下収納もございます。こちらにですね、冷蔵庫や食器棚置いていただくと、大変ね、お料理しやすいキッチンスペースということで使っていただけますね。でさらに奥にですね、洋室のお部屋がございます。まあ、こちらね、ベッドなどを置いてもらって寝室として使っていただけたらと思いますけれども、こちらには小物などを飾っていただける棚もついておりますし、お洋服なんかもね、お店のように飾っていただいたりもしていただけます。さあこちらには大きなウォークインクローゼットもついております。ハンガーペットもね、ついてますし、上にも下にもですね、しっかりとお荷物を入れていただけるような収納スペースが完備されております。ぜひね、ペットと一緒にお住まいされたいという方、一度見ていただきたいおすすめ物件となっております。詳しくは当社のホームページでご確認ください。奈良のもてなしなるおころ鎮座まさきでは、皆様のお寄せ場所を全力でサポートいたします。以上でご紹介させていただきました。